驚きの真実、選挙で起きるアナウンスメント効果とは。皆さん、こんにちは。今回は選挙に関する驚きの現象、アナウンスメント効果についてお話しします。選挙の結果が事前の予測と異なることがありますが、その背後には偉大な心理的要因が潜んでいます。それがアナウンスメント効果です。アナウンスメント効果とは、まずアナウンスメント効果とは何かを説明します。この効果は選挙の事前予測が投票行動に与える影響のことです。ここには2つの側面があります。バンドワゴン効果、雪崩現象。事前予測で有利とされる候補者が勝ち馬志向の有権者の票をさらに獲得する現象です。多くの人は勝ちそうな候補者に投票することで自分もその勝利の一部になりたいと感じるためです。アンダードッグ効果、逆に苦戦を予測された候補者が有権者の危機感や同情を呼び起こし票を掘り起こす現象です。この場合、有権者は弱者を支援したいという心理が働くのです。実際の例では、実際にアナウンスメント効果が現れた事例を見てみましょう。2016年のアメリカ大統領選挙が良い例です。この選挙では事前予測でヒラリー・クリントンが有利とされていました。しかし最終的にはドナルド・トランプが勝利しました。なぜでしょうか？トランプはアンダードッグ、負け犬とみなされ、多くの有権者が彼を支持することで勝利と驚きを提供しました。なぜアナウンスメント効果が起こるのか。ここで疑問になるのは、なぜこのような効果が起こるのかということです。心理学的には、人間は集団の中で安心感を得たいという欲求を持っています。バンドワゴン効果では、多くの人が支持する候補者に投票することで自分もその一員であるという安心感を得ます。一方、アンダードッグ効果では、弱い立場の人を応援することで道徳的な満足感を得るのです。メディアの影響、アナウンスメント効果にはメディアの影響も大きいです。テレビや新聞、インターネットニュースなどで当選確実やあと一歩といった報道が流れると、有権者はその情報に基づいて投票行動を変えることがあります。また、候補者自身がもっとご支援をと有権者に働きかけることも影響を与えます。アナウンスメント効果の重要性、選挙においてアナウンスメント効果は無視できない要素です。候補者や選挙キャンペーンの戦略を考える上で、事前予測やメディア報道の影響を考慮することが重要です。また、有権者としてもこの効果を理解しておくことで、より意識的な投票行動を取ることができます。まとめると、アナウンスメント効果は選挙結果に大きな影響を与える重要な心理現象です。有利とされる候補者がさらに支持を集めるバンドワゴン効果と、苦戦する候補者が同情を集めるアンダードッグ効果の2つの側面があります。この効果を理解することで、選挙の結果を予測するだけでなく、有権者としてより賢明な判断を下す助けになります。以上がアナウンスメント効果についての説明です。次の選挙では、ぜひこの効果を念頭に置いて、あなたの一票を大切にしてください。この動画が良かったら、いいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。